はい、ガッチャンです。はい、今日もピラピラエクササイズをしていきます。まあその前にね、スクワットを15分、15回3セットやりながらやっていきますが、はい、やりながら今日は何を喋ろうかなーなんてのを考えてます。今日が41日目かな。1回、2回、昨日は写真の話をしたんですよね、確か。そう、写真の話をしたんですよね。今日は何の話しようかな。うん。写真の話をしたんだけど、その後に、そう、IGTV の中で、ダイエットについて、こんな風に考えてるよ、なんて話をしたんです。うん。まあ、そんな話を、今日は、後半やっていきたいと思うんですが、まあ、後半というかもう今から始めますけどね。はい。まあね、私はね、ダイエットに全く興味がなかったんです。はい。まあ今もね、だどれほど興味あるかって言ったら、私が自分で体で痩せることに、まあさほど今でも興味ないんですよ。ないんだけど、でもなんでダイエットやってるかというと、ダイエットね、だんだんね、面白くなってきた、ぶっちゃけ。そう。で、何が面白くなってきたかというと、そう、ダイエットってさ、科学なんだ。科学っていうか、人間の体って思い通りの体にできるんだよね。そう。まあさ、まあ性転換したりとかさ、もう、片方の形を変えるとか、骨格を変えるとかっていうことになると、まあそれはね、自然の力ではちょっとどうにもないところもあるよ。あるよ。あるけど、体重とか、体重とかね、体質、まあ、とかに関しては、どうにも自分の思い通りのものになるってことが、最近分かってきました。まあ、それでね、それを研究しているのが、今の私の、まあ、ダイエットで、そう、まあ、そんな話をちょっとしていきたいと思うんですが、ですね、そう、よいしょ。で、その中で、一番最初に話をするのは、まず、多分ね、まあ、まだね、103キロある私がダイエットの話をしてるから、まあ、じゃあそれはどうなのって、まあ正直思うけどさ、そう、まずね、ダイエットをするのに一番大事なのは、きっとね、そう、ダイエットする目的だよ。うん。なんでダイエットするんだろう。そう、例えばさ、多分ね、私なら、こういう目的だとできない。っていうのは、もうね、健康のために痩せるっていう、目的だと、多分ね、私はね、できないな。そう。これで15回やったかな。そう。例えばさ、私も太ってるから、あんたね、健康のためにちょっと痩せた方がいいよって人に言われたぐらいじゃ、ダイエットできない。ぶっちゃけ。うん。そう、いいもん別に。私は私だから。そう。誰かに言われたぐらいでダイエットなんか多分できない。そう。結局、自分がなんでダイエットをするんだっていう目的は明確じゃないと、やっぱね、ダイエットってできないんだと思うよ。よいしょ。まあ私の場合はね、ダイエットっていうよりも、今使ってるダイエットサプリ、モリンガの、モニターになってくれないかっていうことで始めたんで、まあお世話になったね。ロスのカレンに、そんな、頼まれればね、そりゃまあ、やります、やらせてください、みたいな感じで、過去の、義理に対してのお礼みたいな感じなわけで、まあ、それはそれで十分理由としてなったわけだし、まあ、それで、この動画のシリーズも、まあ、カレンがね、続けてって言ってくれたから、まあ、続いてる。そう。で、その先のね、まあ動画にはなかなかしないけど、エクソサイズも、カレンの流れの中でね、あるよ、こういうのあるけど、やってみるって言われてたから、あ、それだったらね、カレンが勧めてくれたもんだったら、やるっていう感じで、まあ基本的にね、カレンに対する今までの感謝の気持ちに対して、ダイエットという形で答えてます。はい。なんでですね、ぶっちゃけ、ダイエットをする目的は、彼に対する感謝の気持ちが私の目標なんだけどさ、私の今のベースの目標なんだけど、同じようにね、ダイエットする目的って、まあ、人それぞれいろいろあると思うのよ。
そう、例えばさ、昔履いてたスカート履けるようになりたいとか、結婚式までにちょっと痩せたいとか、何でもいいと思うの。でもさ、明確なダイエットをする目的が、何でもいいけども、そう、焼肉食べ行きたいから、焼肉食べ行く1週間後までに、1キロ痩せるとかでもいいと思うんだよ。そう、何でもいいと思うんだ。その目的は明確じゃないと、なかなかダイエットは、続かないんじゃないかと思うのね。で、私はさ、今38キロに、80キロを目指して38キロのダイエットを、やってるけど、そう、じゃあ、38キロってダイエットの目標はなんでどっからできたのって言われると、まあ、ぶっちゃけね、そう、カレンがさ、180日間で、最初50キロって言ったんだよ。180日間で50キロダイエットしてて、そりゃちょっとと思ったんだけど、そう、まあそんなもんで、自分でね、決めたわけじゃないんだ。でもさ、まあ、目標自体はもちろん自分で決めるのがいいけど、まあそれで自分で納得してやろうと思えば、まあそれはさ、あとは自分の問題。なんで私はね、素直に、80キロを目指してダイエットしてるんですが、まあそうしたら、体はね、もう全然変化してきたからさ、そうすると、もうね、ダイエット自体がもう趣味になってきた。さあ、まあ、そんなわけでですね、ダイエットのために何が必要かっていうのを研究してるうちに、どんどんね、ダイエットについて、まあ、考えるようになってきましたね。はい。でね、やっぱ、ダイエット続けるっていうのはさ、結構さ、心の体力がいると思うのよ。そう、長期化になればなるほど。そう、私もね、例えばさ、エクササイズする時間がない日もあるわけだし、そう、どうしてもね、パン食べたくなっちゃう日もあるしさ、そう、お酒の会もあったりとかね、そうした時に、いや、僕ダイエットしてるんで、ちょっと今日はなんて言えない時もあるわけでさ、そう、まあ、そういった中でね、もう、継続していくっていうのは、ある程度、そう、きっちりきっちりじゃなくて、許容範囲を持たせながら、まあ、今日はいいよ、そう、1週間に1回とかに、自分の中で3日に1回はダイエット休憩日とかでもいいと思うの。そう、という感じで続けていけることが何よりも重要なんじゃないかななんて思ってるんですよね。そう、まあ、その中でね、そう、その中で継続していくときに、まあ、もちろんさ、ダイエットサプリとかがっつり使って、はい、お金をかけてね、ダイエットサプリ結構安くないですよ。そう、逆に言うと、まあ500円とかね、1000円とかで売ってるダイエットサプリとかありますよ。そう、まあ、それはどうなのっていうの。さ あ、ちょっとサプリについて、いろいろ研究してみたらとか、YouTube にいろんな情報とか載ってるよっていうところを見てみてっていうのは、まあ、正直思うんだけどさ、まあ、真っ当なサプリはね、ぶっちゃけ高いよ。そう、まあ、お金かけても、楽して痩せようっていうのももちろんあり。逆にお金かけないで、痩せようっていうのもあり。そう。で、痩せづらい体を作るために、エクササイズをするっていうのももちろんだし、リバウンドをしないためのエクササイズ、ダイエットとかね、ももちろんある。そう。でもさ、そう、私思うんだ。リバウンドしてもいいじゃん、またやってれば。そう、ダイエットね、私思うよ。自分がやろうと思えば、いつでも誰でも、どの瞬間からでもできると思う。それがね、もちろん痩せづらいはあるさ、年齢によって。そう、でも、そう、ぶっちゃけさ、どんな年齢の人でも、食べなきゃ痩せるよ、ダイエット。そう、ただ、体がね、健康的に痩せるかどうかっていうことになると、もちろん食事とかね、栄養とかのいろんなことを研究しながらじゃなきゃいけないけども、そう、ダイエットを始めるのはいつでもできる。
できる。だからダイエットしないっていうのも全然問題ない。いい。ダイエットしない。OK、OK、全然 OK。そう、ダイエットしないからって別に、そう、太ってる方が可愛いって人もいっぱいいるしね。そう、いいと思います。そう、ただ、自分が何かしらの理由でダイエットしたいっていうのを強く思ったならば、もう私はダイエットしなきゃいけないな。何かの目的を明確に持ってもダイエットするんだっていうふうに思い込んだならば、それはそれでね、その時からダイエット研究すればいいと思うし、まあ、その時にたまたまこの動画を見る人もいるかもしれないし、どういうきっかけで、ダイエットがスタートするか、それはちょっとわかんないんですけどね。はい、まあそんなわけで、多分ね、もう、4分ぐらいかな、あと1分ぐらいだと思うんだけど、そう、まあ、突き詰めていくとね、ダイエットって、血糖値上がりづらい食べ物を、取って、はい、痩せやすい、カロリーをためづらい、体を持続するっていうことが、まあ、最終的な重要な部分だと思うんだけどもね、そう、そこまでやるのも大変だしね、そう、毎日運動するったってもなかなかね、普段の生活の中からちょっとずつね取り入れるって言ってもね、そう、結局筋肉がつかないと日常生活の中でも体重落ちないわけよ。ぶっちゃけ食べないで痩せたって結局胃の体の中にある余計なものがちょっとしぼむだけ。そう、結局継続的に痩せやすい体にするには筋肉つけなきゃ結局ダメなんだよね。まあそんなわけでですね、このぴょんぴょんエクササイズ、ぴょんぴょんエクササイズ、まあうちはね、1日5分やってますが、最初3分から始めました。はい。3分でもいっぱいいっぱいだった。うん。なんでね、まあ最初1分でもいいと思うの。と、夕食前がいいらしいですよ。そう、1分でもいいと思うの。自分ではやりやすいように、まあ、なるべくね、一日のうちに一回ずつぐらいね、はい。私はね、自分でサボらないように YouTube にアップしてるんだけども、まあ、身近な人にね、今日もやったよって LINE で送るとかもいいと思うね。はい、まあ、そんな感じで、工夫して、みんなで、ダイエットしようって思った時から、楽しくダイエットを、続けられるような環境が、まあ、みんなのもとにね、できたらいいと思うし、私も自分のダイエットの経験を皆さんにそうやってお話できるようになったらいいなと思ってます。まあ、そんなわけですね。まあ、今日も、ぴょんぴょんエクササイズやってきましたが、今日も明日も明後日も頑張ってぴょんぴょんしながらちょっとずつ体重落としていきたいと思いますね。皆さん応援よろしくお願いします。皆さんのチャンネル登録や、いいねを教えてくれた数が私のモチベーション。そんなわけで、ぜひ応援よろしくお願いします。ガッチャンでした。まったねー。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでですね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。